さあそれではここからはですね、日産の柳さんにさくらを紹介していただきたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。日産自動車の柳でございます。お願いします。こちらまさに、EV として K で初めてですね、量産で出たサクラというモデルでございます。はい、さっきからちょっとそわそわしてますけど呼ばれてるみたいですよ。一番の売りは社名です。社名、あ、そうなんですか。よくサクラっていう名前がありましたよね、はい、あの社内の公募で最終決戦でこう決勝トーナメントでこちらが選ばれたんですけども、まあ、我々としてはまあコロナで非常にこう厳しいですね、世の中の中、まあ、日本ちょっと元気したいですね、カーボンニュートラルの世界をこうリードするために、やっぱ日本で一番こう親しまれているお花の名前を付けたいなということでこの名前を付けさせていただきます。いや、なんかね、こんないい名前だからどっかのそれこそ自動車メーカーがね、自分のところで持ってるのかと思ったら、そうですよね、なかったんですね。よかったんです。我々日産が持ってたということで、どこに申請しても、あの特許となかったということで、一安心でよかったですね。私、ごめんなさい、アナウンサー的にすごい気になるのが、さくらですか、さくらですか。これあの、どちらでもいいと思うんですが、我々としてはあの人のですね、あの女の子の名前を呼ぶように、さくらというふうに、はい、あの言ってますが、そうですよね。まあ、さ、トラさんのほら、そうですね。妹さん、さくらじゃないですか。はい、あれでいいですか。さくらがあの我としてはおすすめでございますが、僕からどちらでもいいと思ってるんですけれども、あのさくらでしょ、さくらさくらどっちでもいいんだよね。いろんなのを親しんでもらえればそれで十分でございます。買ってくれればどっちでもいいんですちょっと見ていきましょうか。はい、はいはい、これ電気自動車ですから、まあ、グリルがなくてこう真っ黒に非常にこう落ち着いたトーンで作られているということと、これ実際後で走っていただくと分かるんですけど、我々の電気自動車この日産のバッジが光ってですね、非常にこうアイコニックに、あ、これ光るんですか。そうなんですね。これはアリア、リーフ、サクラとのもう我々の電気自動車のラインナップの一つの特徴になっています。車の色自体はどんな色があるんですか。15色ぐらいございまして、15色、はい、すごいね。桜色に近いピンク色もあるんで、本当はね、今日その色を ねお持ちできればよかった。それがあのなかなか桜らしくて、でも私水色が好きなので、本当ですか。すごく今日のお衣装と、そうなんですよ、なんとなくコーディネーションされていて、すっごい素敵で、しかもなんかちょっと光が当たるとベージュっぽく見えたりとか、なんかそうですね、いいですね。気に入りましたか。気に入りました。あの気に入ると多分持ってっていいと思います。ありがとうございます。どんどんお願いしてください。私今日これに相談させてください。これに持って帰りますか。ナンバーついてます。ありがとうございます。さすが喋るうまいですね。あとですね、はい、こちらポイントは、ポイントはホイールをご覧いただきたいと思うんですけども、はい、ホイールかっこいい。これ水引きというあの修理袋とかのですね、はいはい、デザインがあるじゃないですか。日本古来の、まあ、美しいデザインを、まあ、未来にも取っておこうということで、このデザインがいろんなところにあの散りばめられてるんですね。これかわいい、確かに。で室内にもいろんなところにそのモチーフが使われてるんですね、はい、ここですとか、普通あんまりこういうところ、ああなるほど、ここね、はい、あでもその重なり方とか水引きの感じしますね。そうなんですよね。あとは今は分かんないんですけども、はい、エアコンのこう送風のボリュームをですね、はい、実はこの水引きのデザインで小中大工ってなってくるんですよ。面白い。土屋さんまだご覧になってないかもしれないですけど、そうなの、はい、あと中もすっきりしてていいね、はい、中運転しそう。これあの水平基調で、ね、水平のこの辺が、はい、いやずっと全部ねカッパーでこう敷き詰められてるんですね。あとは助手席側がこうちょっとくぼんでいるので、ちょっと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 、もういいですか。どうぞ。わ、シート可愛い。ありがとうございます。すごいテクスチャーが、ありがとうございます。ベンチは大きいですからね。ベンチシートっぽくなっているので、そうだよね、そのあの膝とか肘掛けを倒すと、あの助手席との感覚も、これはイチャイチャしろって。そうでございます。なるほど。これあれですか、はい、リクライニングはどんな感じなんですか。あのしていただければ、はい、あ、いい、おすごい倒れますね。いい感じですよ。お本当だ、結構あ。だからもうなんかね、いいです、桜さん。いいですよこれ。とても広い。もっと行きますよ私。まあ、フルフラットに近く。完全にデートですね。結構本当これイチャイチャイチャものですね。これイチャイチャですよ。これはイチャイチャですわ。大事ですよねこれね。本当はサルファルも良かったですけどね。そうだよね。確かに。残念ながらこのはないので。あ、これはないんですね。そうなんですよ。なんかこれでもうね、星空見たら最高だよ。これは最高ですね、本当に。いいんじゃないですか。これは素敵だわ、はい。あと後ろも先ほど言ってた水引きのデザインを踏襲しているのと、
さっきテールさんもおっしゃってましたけど、今流行りんと、あ、そうですね、横一文字、はい、テールランプ、これ、これ見てか、これ、これ前、あ、ポルシェもやってるしね、ポルシェ、アウディ、アウディ、みんな流行りですよね、この辺は、うん、軽自動車はおそらくこのデザインやってるのは初めて、初めて、なるほど、うん、当然ですけど、排気ガス出しませんが、あ、そう、まあ、マフラーも当然桜さんないので、これ航続距離ってどのくらいなんですか。満タンで180キロということでカタログ数値、まあ、家の近所ずっと、ね、だから実際問題としては正直言って130ぐらいだと思うんですよ、あのいろいろね、まあ、ちょっとね、ちょっと当然になると厳しいんで、うん、まあ、そういうことなんかお買い物とかね、はい、近所で、うん、普段もう30キロぐらいですよね。我々の調べたデータによると大体50キロというかで、あの1日走る方がほとんど、あ、そうですね、50% 以上ですので、うん、日頃のお買い物でお使いになる分には全く問題ない、うん、問題ないね、はい、全然いいと思うんですか。後部座席ちょっと座ってみてください。じゃあどうぞ、いいですか。どうぞどうぞ。あ、すいません、またデートに。広いよ。どう、広い、すごい。いやだからね、運転席側にそれだけリクライニングを下げてるにもかかわらず、そうね、広い、広い、全然問題ないもんね、うん、でシートの下につま先が入るから楽。そうですね、あ、そういうことなんですね、うん、全然こう、うん、あの、これもともとあのデイズというガソリンの軽自動車をベースにプラットフォームで作ってるんですけど、普通それをベースにこう電気自動車にしちゃうと、例えば床が上がってしまったり、こう座高がですね、ここがですね、あの低くなっちゃうんですけども、基本的にそのガソリンのデイズと同じ、なるほど、室内のスペースを確保できる。電池が小さいってこと？もともと作ってる時に同じ、将来的に電気自動車を出す予定で、そのもともとプラットフォームを作っていたので、電池がすっかり床下にこうはまるような作りで、だからすごい広く感じますもんね。んどうですか、浅田さん。いや、すごくいい。私あの後ろの席乗ったりとか、あとあの仕事の休憩中って、うん、後ろの席でちょっとお昼寝したりとか、あ、そうですね、はい、するので広いと嬉しいです、ね、あ、土屋さん、リクライニングされてますね。これも2段階ぐらいいきます、ね、ここで、はい、ここで下げれば、ここで、ここでいけるんですね。いける、やりましょうか。あ、いいですか。おー、ちょっと下がった、ここ、ね、いい角度だよね。これやっても結構後ろにね、後ろ全然まだ入りますよね。お、だからもうそのことをね、いい感じだよ、ね、はい、うん、いい角度だよこれ本当に、うん、さくらにさくらが乗ってる、はい、あ、素晴らしい。そういう状況です今。後ろにある名前も入ってますから、ね、これ以上いじると美馬さんに怒られる。いや、怒られないですね。こうですね、はい、こんなところにもほらマークが入ってる。そうなんですよ、本当に。これはあれですね、普通充電と、普通充電が上で、これが、はい、下が急速充電、これですね、これが普通、これが急速、急速です、はい、だから家だとこれでやるって、上でいいですね。これがあるものがね、それこそ急速充電のディーラーなんかにありますよね、うん、はい、はい、こちらもあのデザインやのさくらさんの名前と、あと水引きのあれステッカー、これ買うしかないじゃん。そうですね、名前入りって感じですもんね。確かに自己紹介して走ってるみたいな。そうそうそう、うん、嬉しいなこれね。かわいい、うん、かわいい、かわいい。 いや、これは売れるわけだわ、うん、これやっぱりそのターゲット層でいうと女性はというか、ちょっともうちょっと上のお母さんかなと思ってます。地方ですね、お住まいの戸建てで、まあ、お車2台持ってらっしゃって、一つがミニバンで、もう一つがガソリンの軽自動車というようなお客様のその2台目をこう買い替えていただけるみたいな。例えばセレナの持ってる、はい、セレナとか持っていて一つさらに行くんですね。これ結構あの視界良好って感じですよ。大体田舎に行くと最低2台、うん、1人1台というところまだあるようですね、田舎に行くと本当だいたい2台3台当たり前、いいね、いいよね、これ本当運転しやすそうです。なんか、うん、でほら、もう、まず視界が広いでしょ、はい、視界めちゃくちゃ広いですし、うん、あの言うほど近くないですね、ここが狭くないので、うんうん、なんか高級感あるっていうか、いや広い、非常にいいです。いい、ちょうどいい距離感、はい、いや広いよ、うん、なんだろう、なんか使いやすそうだな、すべてにおいて、なんかいろんなところに手がすぐ届く感じ。これちょっとなんかあれですね、試乗してみたいですよね。乗ってみる、乗っちゃいます。いいですか、乗っちゃいました。じゃあ乗ってみる、ぜひ。私も乗ってよろしいです。乗んなくていいんじゃないですか。そんなことは知らない。僕らそれはもう帰っちゃいました、これは。あ、じゃあそれでも結構だと思います。明日返していただけたら。じゃあこれせっかくなので運転は
さくらさんに。いやー、いいんですか。そりゃそうでしょ。さくらさん運転して。あ、じゃあ私とデスドライブに。デスで怖いよね。デスドライブお願いします。じゃあすごい、あんまり自分の車以外の車乗ることないのでちょっと緊張しますけど、まあ、乗り心地見てみてください。そうですね、はい、マイカーに乗るかもしれない。あ、確かにこのままじゃあ、ね、日産が乗っててくださいって言うかもしれない。あ、私の家に、うん、なるほど。じゃあこの後会社に相談してみます。ありがとうございます。はい、行ってきます。スムーズ。あの車ね。あ、あの車にじゃあ、はい、ついていきますね。滑らかですね。いいですね、この。どうどう。いや、滑ってます。滑ってる。確かに。あの、悪い意味じゃなくて滑ってます。スーッとね。お笑いじゃないか。滑らかにね、滑らかに。え、すごい、なんかね、踏んでる感じがないというか。うん、これが電気自動車。え、っていうか、え、本当にちょっと、うん、え、すごくないですか。すごい。え、ブレーキどんな感じですか。ぬるぬるっと。ぬるいつの間にか止まってる。ブレーキのところにうなぎが入ってるんですよ。うなぎのこれ粘りなんですか。そうそう、ぬるっとしてるんですよ、うなぎの。で、しかもこのアクセルの踏み込みの時もすごく滑らかで、うんうん、自分の意思じゃなく誰かが動かしてるみたいな、うん、後ろで押してます。後ろで。え、ちょっと信じちゃいますよ。電気自動車初心者なんで信じちゃいますよ。瀬さん、はい、パワーあるよね。これはアクセル踏んだらグッといくから、うん、確かに踏んでみて。おお、結構いきますね。本当だ。すごい。しかもなんかラグがなく、うん、あの踏んだら踏んだ瞬間に踏んだ分だけ進むって感じ。そう。快適な運転ですね、本当に。うん、運転はね、良いですね。アクセルの入れ方がうまい。男っぽいよね。あ、でも確かにそうかも。嘘、本当ですか。ちょっと男っぽいかも。これだいぶ私猫かぶって運転してますけど。でもなんかまだヤンキーだよね。いや違います。でもなんかちょっとさくらさんの性格ちょっと見えた感じしますね。はい、吉武さんちょっと見える感じします。裏あるよね、裏さくら。いや、裏というかなんかもうすがすがしいほどのなんか少年っぽさがある感じがしました。いや、そんなそんなさやかなもんじゃないと思うよ。嘘。そうですか、ね、根深いですか。悪桜がいると思うよ。男っぽくてなんか好きです。嬉しいです。あの背中にタトゥーとか入ってない。ああ、大丈夫です。まだ入ってないです。入るわけない。特効果着てそうだよね。そんなに。静かだ。いいですか。なんか これだとなんかあれですよね。ほら、一人だと音楽とかね、聞いてても気持ちいいよね。こんな贅沢なことありますか。土屋さんがカメラ持ってますよ。いつも撮られる側の土屋さんが。僕らは平気です。後ろにカメラあります、ね。あ、そうですか。僕らは平気です。じゃあ横顔のさくらちゃん、うん、ありがとうございます。あれ、これもしかしたらさくらちゃん、あのできたらセクシーな顔してください。どういうことやった。ちょっと待ってください。私今びっくりしたんですけど、踏み込んだら、うん、ブレーキから足離しても、うん、なんか止まってたような気が。ああ、そうそういうね、設定がついてる。あ、素晴らしい。これめちゃくちゃ便利です。どうでしょう。はい、あの坂道とかいいんですよ。あ、そうですよね。坂道いいよね。これ地味に削られますからね、なんか足の甲の体力を、うん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 、そうなんだよね。すごい。足の甲の体力。あとめっちゃわかりますね。ありますよね、峠とかね。あ、そういう時に、はい、あの制御してくれるから、うんうん、あのそんなに不安じゃないんですよね。あ、確かに。だから慣れるとこれいいですよね。これめちゃめちゃいい。絶対便利。だって折れる運転うまいもんな。そんな俺もそう思う。そうだよね。テリーさんどんな運転するんですか。折れるすごくね、あのね、ぎこちない、うん、ぎこちない。可愛い運転されます、ね、あとはこれ超安全運転なんです。めちゃめちゃ安全運転ですもん。いや、本当に安全運転。いや、私も安全運転ですよ。いや、違う。どこがね。ちょっと待って。アクセルワークがいい。はい、あ、よかったです。もうカーブの感じとかも本当めちゃめちゃ乗り心地最高です。本当にね、嬉しい。こんなにうまい若い人たち俺初めてだもん、ね。そうね、普通下手だよね、アクセルワークね。本当にあれなんですけど、女性あんま上手い方ね、そんなあんまいないじゃないですか、若くて。あ、そうなんですか。めっちゃ上手いですよ、本当。嬉しいです。今ほら3人ね、乗せてるでしょ、うん、あのちゃんと配慮してるよね。あ、してます、してます。いや、気使ってる。本当に丁寧な運転してる。そうですね、一人だと全然もうちょっと、そうだよね、もうちょっと暴れてます。だからそのマジか、それができるからすごいなと思って。
の人さ、一人で運転してる人ってさ、アクセルワークがさ、うわーってやって離したり、意外となんかありますよね。あの変にブレーキ踏んだりね、うん、あるある、そうそうそう、そういうのは全然ないから上手上手上手、うん、ありがたいです。いい感じだよ。いや、これはちょっとびっくりだったね、うん、今日の一番びっくり。そうだよね、うん、でもやっぱ免許取ってから人の運転も気にするようになりました。なんか今まではちょっと荒いなとか、うん、それ以外みたいな、うん、ぐらいだったんですけど、うん、なんかガッタンって止まる人いるじゃないですか。いるいる、ヘタッピー、ヘタッピーヘタッピーブレーキ、こうタクシーの運転手さんとか、いるいる、荒いなみたいな、ヘタッピーね。でも荒い、荒馬なのかなとか。じゃあ下手なの。下手なんですか。そう、普段の自己中な感じの匂いがします、ね、うん、ブレーキはそうですよ、ね、ずーっと踏んでじわっと離すの、うん、そうですよ、それが私も好きなんですけど、ね、そう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 、本当にうまい、うまい、うまい、そう、安心して乗ってられる。ブレーキの踏み方もリリースの仕方もアクセルのアクセルワークもうまい。あ、嬉しいです。いい感じだよ。あ、もう車さんですね。前のさ、俺お世辞言わないもん。そうそう、前のロケ車とのさ、距離感の使い方もうまいよね。そうですね、嬉しい、上手上手、みんなに配慮して、この天性だよ。だからさっき言った俺レース出た方がいいんじゃないかと思ったけど、ここレースで意外と本当にいいかもしれませんね。めっちゃ合いそう。いいじゃん、なかなか上手だよ。ありがとうございます。素晴らしかったです。イエーイ終了です。ありがとうございます。わー、楽しかった。どうですか、さくらさん乗られた感想は。いや、もうちょっと私の車だなっていう気持ちにこれが私のだっていう愛着が湧いてしまい、本当走り出しとか止まる時とか音が本当しないので、なんか自分が運転上手くなった気持ちになれるなって思いました。こんだけ褒めてる、はい、あ、じゃあ1台あ、1台検討するということで、はい、ありがとうございます。だってこれだけ売れてる声優がさくらがさくらに乗ってるってめっちゃいいと思うよ。本当ですね、大宣伝だよね。この色がいいです。あ、本当ですか。水色、ね、なるほど、はい、あ、ピンクじゃなくてもこの色は気に入っていただ、はい、じゃあこれ正解ですね。今日あのうちの広報部が選んで持ってきたんですけども、あ、素敵、ありがとうございます。いや、色も含めて大正解だ。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ぜひ一台承知しました。今回番組収録に協力してくれるのは埼玉県坂戸にあるアヘッドさんです。車の買取販売からカスタムチューニングまで任せられます。コンプリートカーも販売してます。番組をご覧の皆さんもぜひ一度遊びに来てください。さあ、どうでしょう、いろんな車を今日はご紹介したつもりですが、私たちとしては。いや、だってめっちゃ喜んでたよ。さくら、目星車見つかりましたかっていう今もめちゃめちゃプッシュしましたけど。いや、どう考えてもさくらがそうですよね。すごかったです、新体験でした、ね、はい。いや、だって声優さん一言も喋んないんだからもう後半なんかずっともう自分の世界に入っちゃってて。そうですね、なんか、ね、あの前の車についてってくださいって言われてたんですけど、ぶっちぎってやろうかと思っちゃいました一瞬危なかったです。一年ものが何かここで。そうですね、良かったです。びっくりしたのは本当に運転うまいね。あ、本当ですか、ね、上手だよね。前の車の距離感も、うん、スムーズ、結構近かったよね。スムーズだよ。あんな運転する人、車線変更もちゃんとウインカー出してしっかりフォローしてるんだね。びっくりだね。やっぱ運転お好きってことですよね。運動神経いいね。運動神経いいでしょ。あ、そうです、ずっとスポーツやってました、うん、あ、そうか、はい、そうだね、ちっちゃい時。いや、運動神経はいいよ、ね、あ、レーサーになればいいじゃん。え、本当ですか。何言ってんの、声優で稼いでんだからありがとうございました。楽しかったです、はい、ありがとうございました。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。